ございます。前後に先生昼夜の後三食石用の時というのがあります。泉の水が流れる音は夜中に聞くのがいい、山の景色は夕焼けの頃がいいという意味であります。昼夜というのは夜を初夜、昼夜、後夜の3つに分けたもので夜中を言います。漢和辞典には午後9時頃から午前3時頃までと書かれています。円覚寺においても夕日に染まる山の景色は何とも言えない味わいがあるものです。円覚寺で10月に舎利殿にお祭りしている仏舎利を開帳するときに唱える舎利公式の中には、六三の光法夕べに王朝たる光月を見るはすなわち如来の白号光を拝するなり、紹介の遠方は下に僧帽たる行運を引くは世尊の四根用を現ずるなりという言葉があります。王朝は奥ゆかしく上品な様を言います。円覚寺は随六三と言いますので、六三というのは円覚寺のことを表します。円覚寺の山で夕べに奥ゆかしいお月様を見るのは如来の眉間から放たれる光を拝むのと同じであり、湘南の遠い海で青々と広がる暁の雲が浮かんでいるのは仏様のお姿を表しているのだという意味です。あるいは羅漢公式に、石匠公務に映ずるも在在貧ずる尊者を現ず、還元ソ連を敷くもずずダゴラ商人を表すとありますが、夕日が紅の霧に映えるというのが羅漢尊者の姿を表しているのだという意味です。それから還元というのは寒空にたなびく煙もやのこと、ソ連は白い練り絹であります。寒空にたなびくもやが細い絹の糸を引いているように見えるのも羅漢尊者の姿だというのであります。石匠という言葉がいいと思います。夕映えのことであります。夕日に染まる山を眺めているのは何とも言えないものがあるのです。円覚寺では時に空気が澄んでいると富士山まで見渡せるのであります。坂村新民記念館を訪れた折のこと、第一展示室に夕空の詩の全文が掲げられていました。これも良い詩なので引用させていただきます。夕空。私はいつも一人だから、温かい人の心に触れるとほろりとする。生きていることが嬉しくなる。暮らしていくことに力が出る。今日あなたに会って帰るさの夕の空の綺麗だったこと、近々虹まで立つではないか。ああ私はもう野心もなく欲もない。ただ静かに生きてゆきたい。美しい人の美しい心に触れて心を乱さず生きてゆきたいという詩であります。この詩は西澤浩一、坂村新民記念館館長の悲しみを温め合って歩いて行こうの中にも掲載されています。西澤館長が注釈をしてくださっていて、帰るさのというのは古語で帰る時にという意味なのだそうです。西澤館長によると、この詩は坂村新民が41歳から42歳の頃に書いたもので、第二詩集の3枚の中に収められていますということです。そして西澤館長は新民の詩の中でも特別純粋で研ぎ澄まされた気持ちになれる詩ではないかと思います。綺麗な夕空の中に虹が立つ情景はそうでなくても感傷的になりがちですが、
温かい人の心に触れて心が温かくなって、その人と別れて帰ってくる時にそういう情景に向かい涙が流れるぐらい、ああ生きててよかったと思ったのでしょう。そういう気持ちを大切にして、野心も欲も捨てて静かに生きてゆきたいと思う親民の本当に純粋で汚れのない気持ちが素直な言葉で表現されていますと、こう解説してくださっています。そしてこの詩は昭和20年頃、重信町にあった結核患者のための愛媛療養所に長く入院されていた方のお見舞いに行って帰ってきた日の情景を詩にされたものだということです。その方は敬虔なクリスチャンだそうで、昭和26年のクリスマスに坂村家の3人の子供たちにクリスマスツリーをプレゼントしてくれたこともあるそうです。その方は奇跡的に回復して普通の暮らしに戻ることができたのだということであります。西沢館長の悲しみを温め合って歩いて行こうには、私は観光に寄せてという推薦文を書かせてもらっていますが、あらかじめこの本を拝読して一番印象に残っていたのがこの夕空の詩でありました。新民先生の感性の光る詩であります。悲しみを温め合って歩いて行こうには、この詩の後に一番いい人の詩が載せられています。新民先生の言われる美しい人とはどういう人なのか、この詩を読むとよくわかりますので、こちらも引用させてもらいます。一番いい人、何も知らない人が一番いい。知っても忘れてしまった人が一番いい。禅の話もいらぬ、念仏の話もいらぬ。ただお茶を飲みながら鳥の声を聞いたり、行く雲は仰いだり、花の話などして帰って行く人が一番いい。別れた後が爽やかで、過ぎた時間が少しも惜しくない人が一番いい。西沢館長は、これは坂村新民が74歳の時に書いた詩です。何も知らない人、知っても忘れてしまった人、鳥の声を聞いたり、よく雲を仰いだり、花の話などして帰っていく人、別れた後が爽やかで、過ぎた時間が少しも惜しくない人が一番いい人であるというのは、新民が理想とする人間の生き方を歌っているのだと思いますと解説してくださっています。さらに西沢館長は、禅の世界では心を空っぽにすること、無の境地に至ることが重要視されていますが、こういう人に自分がなりたいという親民の思いが強く現れているしですねと書かれています。禅の世界では心を空っぽにすることを大切にするのですが、どうも難しい禅語や禅語録を蓄えてしまいがちであります。それがまた執着になったりしてしまうこともあるのです。石章、夕映え、夕空を無心に眺めて心を空っぽにしたいものであります。それでは今日も姿勢と呼吸とを整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ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 ていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら吸いながらぎゅー
っと肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底の空気も全部吐き出してしまう気持ちで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁ、と吐き出して口を閉じます。すると鼻から新しい空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちるのを感じて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。